福岡管区気象台は九州北部地方が向こう1週間高気圧に覆われて晴れる日が多い見込みであることから梅雨明けしたとみられると今日発表しました。先月17日に梅雨入りし、平年より3日遅く、去年より3日早い梅雨明けとなりました。県内では午前中から強い日差しが照りつけていて、6日連続となる熱中症警戒アラートが発表されています。気象台などはエアコンの適切な使用や水分や塩分を補給するなどの熱中症対策を呼びかけています。